ジャッジマンの小生です。僕は多分カメラに映るのは結構本当にかなり久しぶりだと思うんですけど、2023年、ようやく、スポットの検証が再始動し始めまして、今マシンでスポットに来ております。ちょっとまあまだ時間が早いので、こういう時を使って心霊写真をコーナーをね撮ろうかなと思っております。はい、寒いです。で、なんか変わるんですか？この間僕が変えたばっかりなのに、変えるんですか？はい。今回の心霊写真部は、これまでとは少し違うやり方でやっていこうと思っていて、実はジャッジマンには、リスナーさんたちから、怖い、はい、不気味、あるいは不思議と感じた写真がいくつか届いてまして。はい。ありがとうございます。このコーナーではその写真を紹介していきながら、我々メンバーでいろいろと意見を出し合って、最後に小生さんには自身が感じたままにその写真にポイントをつけていただきたいと思っています。軽く説明しますと、あのポイントのつけ方はその写真によって変わると思うんですが、はい、感じたことを数値化してもらって、最後はコメント付きで発表してもらおうと思ってます。これってそのまあ正直そのリスナーさんからいろいろ写真いただいてるっていうけど、限界位置があるじゃない。そうなった時は今まで通りの写真、そのあなたたちがネタを集めてきた心霊写真に対してもそういうノリでいくっていうこと？いや、これに関してはもうリスナーさんからいただいた写真のみで。ああ、なるほど。っていうことは、まあリスナーさんからいただいた写真にのみそういう評価をするのであれば、それがなくなった時点で写真こいつはもう終わったんだなって察してくださいっていうこと。そうございます。ああ、何回分ぐらいあるの？じゃあ早速いきますか。はい、はい、では1枚目神社お願いします。はい、神社の写真、これはゴマとか延べはもう見てるの？延べさんはねまだ見てないんですよ。私見てないです。なるほど。そちら投稿者 L さんからいただいた写真でして、はい、この写真は霊感を持っている L さんに対して知り合いの方が見せた写真です、うん、この神社自体鳥居を取れば何かしら映ると言われている曰く付きの場所らしいんですよ。 L さん自身はこの場所がどこなのかは知らないみたいなんですが、実際に写真には違和感を感じたらしく、うん、奥の青白い光がそうみたいです。ああ、なるほど。もう答えは言っちゃうんだね。はい、探せじゃないんだね。すいません。ああ、なるほど。じゃあちょっとアップしていいですか？ああ、なるほどね。はい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 。これね、ちょっと新人に見せるよ。これじゃない？ああ。ちょっと顔っぽいよね。うん、その木のすぐ横にあるやつだ。なんか女の人の顔っぽいよね。俺の感覚、俺霊感ないけど、俺の感覚で喋っていいのかな？はい。顔が何個もあるように見える。あ、違う。じゃあ、まあ違うかどうかっていう正解はないけど、そんな風に見えます？うん、俺はそう見える。俺が少なく見積もっても、え、だってさ、ほら 1,2,3 ぐらいじゃない？俺は3人見えるもん。あー、でも分かるかも。1人2人3人みたいな。え、ちょっと見せてもらっていいですか？1人、うんうん、2人3人。あー、まあ確かに、うん、結局この鳥居を写真で撮ったら、まあ、何かしら映るっていう、はい、なんとなく分かる。ちょっと息苦しい感はする。わかんない。窓閉め切ってるからかもしれない。けど、なんか嫌だ。っていう感はする。一人で行けてたら行きたくないって思うかも。あ、その神社にですか？うん。実際に、その神社が、どこか調べてみたんですよ。うん。多分ここなんじゃないかなっていう場所があって。これはゴマが調べたの？はい。神社に関しては勝手に調べました。はいはい。神奈川県の、じゃないかなって思ってるんですよ。実際にそこでは心霊写真が撮れるスポットっていうので有名でして、うん、しかも鳥居で撮ったら高確率で映るって言われてるんですよ。情報と、まあ、類似はしてるわけだ。なんて言うんだろうね。いや、電気がものすごくついてるんやけど、なんか不気味よねっていう感がしない。電気がさ、街灯が結構映ってるんやけど、どっか寂しいよねっていうような感じはする。青白い光っていうのがまたちょっと寂しさ感じますよ ね、まあ その後にエルさんから聞いた話なんですけど、うん、何より不思議だったのが、うん、この写真持って以来、エル、うん、さんとか写真の持ち主の方が言うには、うん、日に日に影の色が濃くなっていってるみたいなんですよ。ここの青い影が、うん、でちょっと新人これをとりあえず1年間保存してですね、変化を多分動画には載せてると思うから、1年後もう一回見直してどうかをちょっと
実験しよう。毎日見ておいた方がいいですか？いや、毎日見たら多分変化分からんからよくあるじゃん、あの一緒に住んでたら太ったか痩せたかなんて分かんないみたいな、その霊感ないからこそ不気味って言っていいのか、なんか違和感あるねって言っていいのかっていうところの狭間、これ一枚ずつポイントつけるんですか？はい。ああなるほど、これに書くんですか？いや、なんかここに来てすっげえ初心みたいな感じのことをするね。でも俺最初こうだったんだよね、最初こういう感じで、まあ感じたから いいですか？はい、お願いします。行きたくないポイント 60%、 行きたくないポイント、うん、40% は、うん、まあワンチャン4人でだったら行っていいけど俺取りくぐらなくていいっていう、写真を撮りにだけなら、その鳥居の手前からかじって写真を撮ってくれるんですね。ただ鳥居をくぐるのは俺は嫌だっていう、こちらでそうだね、手前で待っとくっていう、手前で指示を出す。こういう仕組みなんだね、初歩的だね。続いてはこっちですね。一回最初僕が探していいですか？はい、はい、さっきあなた言ってしまったので、なんか飲み屋さんかなんかの写真、中央にある目っていうことだけじゃないんですよ、ね、中央に目があるのよ。あー本当だ、ほらほらね、僕も一番最初に気づいたのはそれだったんですよ。でもこれってそのお店でしょ、店の外装というか内装がどうなってるかわかんないけど、奥にちょっと指が出てるよねとかってこと？正解合ってます。この2つ？いや、だけじゃないんですよ。最初にちょっと違和感あるかなと思ったのは、ハートマークで顔を隠してる方の指、指らへんではないですね。ごめん、わかったー、めっちゃ顔やん。3箇所写ってるっていうこと？はい、教えられたのは3箇所でした。こちらの写真は、うん、投稿者 G さんから送られてきた写真なんですが、うん、この写真を霊が見える方に見せたら、うん、いろいろ写り込んでるねって言われたそうなんですよ。ああなるほどね。いや分かったよこれは。ただこの写り方かもしれないんだけど、ハートのマークで顔を隠してる方の指の割れ目がこのぐらいまでいってるっていうか、かなり不自然ではありますね。なんかちょっと違和感あるんだよね。これ奥には誰もいないの？この手がちょっと出てるやつは。このハートマークの女性の方が一番端の席だったらしいんですよ。これ個室かなんかで壁っていうこと？うん、多分そうです。あーなるほどね。いやじゃあはっきりめっちゃ写ってんじゃんこの手。この写真を見せた霊感のある方から言われたのは、うん、この写真持ってたら危険なものだって言われたそうです。ちょっとこれ信じ持ってて。いやね、ここって上げたところの中で一番やっぱりちょっと目がいってるのは一番右の顔。結構顔はっきりしてんですよね。写ってるねこれね。遠目で見た方が結構わかんのよね。真ん中の二つの目っていうのはそんなに怖い目ではないんだけど、この右の一番右に映ってる目、ちょっともうなんつうのか、正気がないというか感情すらないっていう感じがする。これは怖いな。一応こちらの写真に映ってるその手前側の2体の霊は女性の霊らしいです、うん、ああそれはなんとなくわかる、うん、性別までもうはっきりしてるみたいで、うん、奥はなんかちょっとでも手の大きさから占めて子供っぽいなっていう感じはする。うん確かに。これポイントつけろっていうの？はいお願いします。はい、じゃあこのボードいるかな。酔いが覚めると 80% 結構高いですね、はい、いやこれ怖いよ普通に。真ん中の目だけだったらそんなに怖くない。で奥の手がこうかかってるだけでもそんなに怖くない。このやっぱり一番右の感情が見えない顔はいろんな心霊写真見てきたけどやっぱり怖い。なんかマネキンみたいな。いやこれは怖いよね普通に。奥の手とかに関してはなんかたまたま映り込んだって感じ。そうだね、もしかしたらワンチャン手じゃないかもねっていうその考えも持てるけど、中央とその右の顔に関してはもうはっきり見えるもんね。なるほど。いやじゃあ今後こういう形でしていくわけね。まあどのぐらい持つか、一回で終わるとか寂しすぎるよ。まあでもその今までの心霊写真って、まあ、どっかから拾ってきたとか見つけたっていう心霊写真ばっかりだったから、こうなってきたらちょっとやっぱり リアルじゃん。いや怖い、身近に感じますよね。そうだね、ちょっとああなるほどねっていう感じがした。